トレビアン、素晴らしいざんす。古代の知識がこれほど完全な形で残っているとは大発見ざんす。喜んでもらえてよかっただわさ。わかんないな、たかが本じゃないの。そうよね、秘宝とか言うとダイヤのいっぱいついた王冠とかを想像するじゃない。普通のんのん、マドマゼル、ここには失われた知識が詰まっているざんすよ。ここに詰まった知識といったらダイヤなど取るに足らぬ石ころざんす。あー、知識。ちょっとしっかりしてよ。あ、いや、これは失礼したざんす。報酬は山分けという約束だったざんすが、この本を半分にするわけにはいかないざんす。ミーが買い取るということでよろしいざんすか。では一人1000クレジットということでよろしいざんすか。まあいいか。嫌にあっさりと諦めたわね。何を企んでるの。そうだわさ、お金の亡者にしては珍しいだわさ。ルリアちゃんにだって気前のいい日くらいありますよね。めったにないですけど。そうそう、めったにないけどってひどい。報酬は依頼斡旋所に振り込んでおくざんすよ。それじゃミーはこれで楽しかったざんすよ、マドモアゼルたち。
また謎の地図が出たんだって？虫が湧いたみたいに言わんでくれよ。実はこの地図なんだが、ある冒険者の借金の方に入手したらしい。由来は分かってるんですか？いや、その冒険者も何かの報酬代わりにもらったものだそうでな。由来も分からなけりゃ、そもそも地図の印がつけられた場所に何があるのかもわからない。前に頼んだ依頼の件もあるし、もしかしたらまた何か遺跡があるんじゃないかと気になってな。と言って自分で冒険に出られるわけでなし。それでまあ冒険者を雇って探検してもらおうかと思ったんだ。俺としてはこの地図が何なのかさえわかればそれでいいんだ。見つけた宝はそっちのもんで構わないよ。その代わり前と同じく依頼料はなしだ。どうだろう、引き受けてもらえるだろうか？引き受けましょうよ。また未踏破の遺跡を見つけられるかもしれませんわ。それもそうね。じゃ、ここは一つ私たちの運を試してみますか。わかりました、引き受けましょう。じゃあ頼むよ。もし探検が終わったら俺にその顛末を聞かせてくれよ。